ちょっといいかしら。ヨハネ。リトルデーモン増員計画についてんだけど、試してみたい方法があるの。ある動画を配信しようと思っているのよ。ええ、今回は趣向を変えてゲーム実況を行うわ。そう、見たことない？自分がゲームをプレイする様子を動画に撮って投稿するの。ゲーム実況は動画投稿の中でも一大ジャンルを築いているわ。単にプレイ映像を流すだけのものもいれば、軽妙な話術で視聴者を楽しませるものもいる。攻略法の説明付きなんてのもある。人気が上がれば固定ファンがつく場合も多くあるわ。リトルデーモン増員の手法の一つとしてチェックはしていたのだけど、星の運行と大地の魔力の乱れで実行に移せなかったの。しかし時は満ちた。今こそ実況動画でワールドワイドにリトルデーモンを増やすのよ。まだ選別中だけど、ヨハネの魅力が 120% 伝わるゲームがいいわ。人間たちの従属心をガリガリえぐっていくような動画にしなくちゃならないからね。強さをアピールするアクションゲーム、機敏さと正確さが肝のシューティングゲーム、知性とひらめきのパズルゲーム。どうしよう、どれをやってもヨハネの魅力が伝わりすぎて太陽系が陥落するまで秒読み間違いなしね。ゲームの知名度に乗っかるってわけ？他力本願って感じね。そうね、視聴者に配慮するのも優秀な打天使の務めだものね。それじゃあどのゲームにしましょうか。